5時過ぎました。15分ぐらい寝れた気がする。では居酒屋さんに向かいましょう。外寒いかな。現在5時半くらいなんですけどね、だいぶ日が暮れるのが遅くなってきて、まだ明るいっすね。って思ったよりも風も全然吹いてなくて寒くなかったのでよかったです。で本日向かう居酒屋さんが、和風ダイニングゆずさんという口コミ評価もかなり良さげの、居酒屋さんで楽しみです。このね、地元のというかその宿泊した地域の居酒屋さんに向かうまでの道中とかね、散歩が楽しいんですよね。こっから約5、6分ですね。散歩楽しみます。いいねいいね、歩道のない道を歩いてますよ。一応安全のため明るいライトを家から持ってきたんですけどね、キャンプで使ってるやつ持ってくるの忘れましたね。今しまった。着きました。いい雰囲気の居酒屋さんですね。入ってみます。いいですよ、ほぼ個室ですね。いいね。注文しました。結構多いな、メニューが多いんですよね。でリーズナブルな価格で、今回はここでしか食べれないようなゆず関係の、料理を注文しました。ビール来ました。泡がクリーミー。乾杯。お通しうまい。あったかくて柔らかくて、ビールも中ジョッキなんですけどでかいんですよ。ジョッキが素晴らしい。ゆず入りなめろうです。綺麗な形で量が多い。豚トロのゆず塩焼きです。うめえわ、ゆず最強だ。ほんとうまい。しらすのピザです。うまそう。見た目よりもボリュームありますね。うまいわ、さっぱりしてて。生搾りオレンジサワー、量がねやはり多いっすわ。中食器ナスのゆず味噌田楽いただきます。しらすとベーコンのネギ焼きだそうです。初めて食べます。ナスうまい、ネギ焼きもうまい。初めて食ったけどお好み焼きみたいな感じですね。冷酒を頼みました。だいぶ店が忙しくなってきてます。マダイの刺身と白子ポン酢を追加注文しました。最高です。先ほどは八海山を頼みましたけれども、今回は最後に久保田を頼んで、そろそろやめておこうと思います。やりすぎましたね。頼みすぎましたね。楽しみすぎましたわ。
ごちそうさまでした。うまかった。そして最高にコスパが良かったっすね。旅行行って2時間以上滞在した居酒屋ってなかなかないんですけど、今回2時間とちょいぐらい滞在しちゃいましたね。お酒の量が本当に多くて氷も少なくてコスパがすごい良かったんですよね。料理も美味しくて安くて、いやほんと地元のというか近場、自分の住んでる近場にこういうお店があったらいいなっていうふうに思いますよ。では酔いざましをしながら宿に帰りたいと思います。風がなくてよかった。これクソ寒いっすわ。部屋戻ってきました。いや酔っ払ったな。そして宿に戻ってドリンクバーですぐにあったかい飲み物をいただけるっていうのは最高っすね。こちらをいただいて少しゆっくりして温泉入ってまたゆっくりしようかな。うわー眠い。久しぶりの旅行で舞い上がってお酒を飲みすぎた結果、なんと現在時刻午前2時になろうとしてます。そして、黒湯温泉ですね、温泉に入れる時間は午後11時までです。もう頑張って朝まで寝るしかないです。おはようございます。朝6時半です。結局あのまま寝れずですね、朝を迎えました。で、7時ぐらいからおそらく皆様朝食の時間だと思いますので、その時間を狙って、最後に温泉を堪能したいと思っております。なんと朝も貸し切りだ。ラッキーすぎる。温泉入ってきました。2度目の貸し切り状態でしたね。昨日の夜入ることできなかったんですけども、全然もう満足です。貴重な体験をさせていただきました。そして、パンですね、プランでついてくるパンを朝食として、飲み物がやはりあるのがすげえ助かるドリンクバー、コーンスープとオレンジジュースをいただきます。ごちそうさまでした。いやお腹いっぱいになりましたね。思いのほかパンがもうずっしり重たくてだいぶねボリュームがありましたね。まだ7時半なので1時間くらい寝ようかな。少し眠いので、でゆっくりチェックアウトの準備します。ではチェックアウトして海行ってみますか。海に来ました。潮騒ふれあい広場レストハウス、いいっすね。こういうところの自販機見るの好きなんですよ。わかります、そんな人います。別に買うわけでもないんですけどね、つい買いたくなる。いかがでしたでしょうか、飯岡潮騒ホテル。まずは真っ黒な温泉ですね。今まで入ったことのない温泉だったので、その黒さに興奮してバシャバシャとして何度も色を見て楽しんでしまいました。
コーラとかコーヒーの風呂に入ってる感覚でしたね。そして温泉だけではなく、綺麗な施設とコスパのいいサービスと立地の良さ、実際に来てみて初めて感じることのできる宿でしたね。さらに夜ご飯を食べに行った居酒屋ゆずさんだっけな、コスパの良さも素晴らしかったな。今年最初の旅行でいい宿といい居酒屋に会えて本当に良かったです。皆様ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。